5人組バンド、モンタ&ブラザーズ、として、ダンシング、オールナイト、80年、のヒットなどで知られるシンガーソングライター、モンタ義則さん、本名、門田頼幸命、門田、義則、が18日朝、大動脈解離のため亡くなったことが22日、分かった、72歳、兵庫県出身、公式ブログで所属事務所が発表した、独特のハスキーボイスで一世を風靡、した個性派歌手がこの世を去った。発表では、あまりにも突然のご報告となりますが、10月18日朝、モンタ義則は大動脈解離で永眠いたしました。72年の生涯でした。本人の希望通り親族のみでの葬儀を執り行い、とても穏やかな顔で旅立ちました。と報告した。さらに、あんなに、元気でいつもパワフルだったモンタが、天国へ向かうなんて、今もまだ信じられない気持ちでいっぱいです。モンタと共に過ごした長い年月が、まるで走馬灯のように蘇ってきます。としつつ、今はまだ気持ちが追いつかない状態ですので、少し先になるかと思いますが、お別れの会を開催する予定です。ファンの皆様、関係者の皆様、モンタの音楽や生き様を愛してくださった皆様、長い間応援していただき、本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。と綴られた、モンタさんは71年に上京し、ソロ歌手としてデビュー後、鳴かず飛ばずの時期も経験したが、80年に、モンタ&ブラザーズを結成して、再デビュー、すると、ダンシング、オールナイトが160万枚の大ヒットを記録、一躍スターダムを駆け上がり、同年の NHK 紅白歌合戦にも出場した、ネットの声、谷村新司さんに続き今度はモンタ義則さんが亡くなるなんて、昭和からの歌手がまた一人天国に旅立ったか、モンタ義則さんのご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。